はい、今回ご紹介するのは毒になる親、この一冊になります。サブタイトルは一生苦しむ子供と、またこれまたタイトルだけで読むのをためらわれてしまう方も多いかもしれない一冊ではないでしょうか。でこの本でもこのタイトルの通り、子供にとって毒になる親とはどういう親なのかということが書かれています。で親の、例えば極端すぎる関わり、逆に関わらなさすぎたりですとか、あと神のような存在になってしまったり、あとは、暴力的な虐待とか、そういうのも含めてなんですが、そういう親に生まれてしまうと、子供はやはり親の価値観に縛られて、自分の価値観を持って生きることができないということが書かれていまして、そのいうような親のタイプというのがまず分かります。そして後半では、じゃあそういう親からどのように自立していくのかということが分かる一冊になっておりまして、じゃあ自分はその毒の親の子供なのかとか、親は毒になる親なのかとか、そういうことがこう質問形式である程度判定できるようなこともなっていますので、ぜひご興味のある方は、自分がどういう存在に今なっているのか確認してみるのも面白いのではないかと思います。以上です。